じゃあどうしましょう。はい、クローズした方がいいんじゃない。はい、じゃあどれにすんのんちゃう。まずそうですね、アイアン。だから何個か。そうですね、そのですよね、ってみたいですね。アイアン何種類かありますもんね。はい、SD が入ってるシャフトのモデルがちょっとないので、はい、ちょっとオリジナルシャフトになってしまうんですけども、はい、アイアンの種類が、4種類ぐらいあって、すごっ、4種類、はい、でこれがもう一番ヘッドスピード遅い人向けのポケットキャビっていう PC3 なんですけど、多分これはないんですけど、はい、その下にナンテスタンドの TB5、はい、で中空の IF700、はい、でこれが IX001 という中空ですね。大体この辺が一番メインの3種類。なるほど、はい、TB5 ね、これ TB5 ね、これがこれは2人使ってましたもんね、お二人、はい、池田さんも、はい、日野さんも使ってたやつ。そうですね、はい、ちょっとやっぱこれ売ってみたいですね、 TB5、はい、いやかっこいいな。7番あ重たいの、あこれダイナミックボードの S に近いです、重さです、ね、あ KBS、 KBS そうなんですか、はい、あなんかでも近いところ50段階です、ハロッカー池田さん近いのにめっちゃ近いめちゃくちゃやなあいつほんまに横に温度によう振るな当たらんと思うけどちゃんと見てます、ほんまかっこええな、それ。じゃあちょっと待って、やっぱスラーがいいわ、めっちゃ、はい、7番アイアンですね、はい、じゃあどうぞ乗ってみてください。よろしくお願いします。素振りね、って感じ。いやめっちゃいい、へえ、なんか辛く感じる。でもこれ、ちょっと右、ちょっと右、右まっすぐって感じですかね。あ、はい、いやめっちゃ飛んでるやん。いやめっちゃ飛んでる。275飛んでるやん。7番。俺160ですけど。7番本来160。160。ちょっと出過ぎ？ちょっと飛びすぎてるかな。ロフトが今使いのモデルでも多少立ってると思うので、多分それで距離が多分一番手ぐらい飛んじゃうと思うんですよね。なるほどなるほど。ずらしていかなあかん。はい。ちょっと感覚合わせないといけなくなっちゃうかもしれない。なるほどな。めっちゃいいですね。おー、ショー。ヘッドの大きさとか気にならないですか？ヘッドの大きさは、いや、今使ってるのぐらいですか？あ、これすげえ飛んでる。めちゃ飛んでるやん！ 190! 機械おかしない？めちゃ飛んでんで。まあ、実際にはこあの機械なんで計算値なんで、まあ、ちょっと転がらせてなるほどなっちゃうんですよね。まあキャリーを見たいですよね。キャリーだと、はい、今ので150160ぐらいですか。167ヤード、167キャリー、はい、でも今相当フルショットしてるでしょ。してない。そういやしてないです。フル打ちます。フルちゃうの今の。フル打ちゃいますよ。いやフルだ。これはフルショットですな。これはフルです。やばいって。キャリー180ぐらいまで行ってませんか今。キャリー178キャリーどうする。いや打感はすごいいいです。いやめっちゃ触れてるし当ててるし、うんうん、うまい。キャリー178でもこんなフランやね多分。こんなフランです。ですよね、うん、はい。だからじゃあその、まあ、大体キャリーじゃ170ぐらいってイメージですね。キャリーって感じっすよね今の感じだと。もうでも170だったら6番か。そういうことだね。6番よりはすごい簡単に感じる。7番やん。はい、そうなんですよ。せやから7番っていう安心感がある。じゃあ普通のいつもの感じでもう一回言って。わかりました。キャリー181。キャリー180やで、ね、おかしない。そう、飛びすぎじゃないってことですよ。多分170ぐらいは多分飛ぶってことですね。そうですね。キャリーでクマはそのぐらいですけど、はいはい、ああ、じゃあ一晩ってなるほど違いますね。そういうことか。え、それにする。
いや、高いけど、もうちょっと打ちたいですね。もう一個打ちたいの？じゃあ、じゃあ打ち。シャフトちょっと…ガンと買い物来てんじゃん。シャフトちょっと軽くなっちゃうかもしれないですけど。あ、ちょっと軽い。試しに。はい。渋いなぁ、ヘッドかっこいいよなぁ。じゃあヘッドがさっきよりちっちゃいんですけど、ちなみに名前は何ていうんですか、はい、IX001 ってモデルで、 IX001、はい、001、はい、中空構造になってるんですけど、はあはあはあ、結構ロフトが立ってるんで、どっちかというと飛び系の IX。 なるほど、だけどもっと飛んじゃう、はい、顔は結構チェックシュッとしてて、アスリート好みの顔になってる。なるほど。ちっちゃいんですけど、はい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 、後ろがあるからね、すごい安心感は、うん、へえ。マッスルバックみたいな、なるほどね、あの緊張感はないっす。ああ。ちょっと軽いんで。そうですね、はい。うわ、めっちゃなんか捕まる感じがする。なるほど。ちょっとだからシャフト軽すぎてちょっとおかしいんちゃうこれ。でもいやいや、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってや。キャリー195出てて7番アイアンでしょこれ。見たことないってそんなもん。ツアーでもね、アメリカのツアーですよこんなもん。じゃでもめっちゃ気持ちいいこれ。これ、へえ。あ、そう、打感はめっちゃ気持ちいい打感。へえ。結構弾くような感じになってるんで。はあ、はい、なんか全然違う、俺が使ってるやつと。あ、そう、なんかね、勝手に飛んでいく感じする。えぇ、でもやっぱ捕まるのはあれかな、いや、シャフトがちょっと、はい、柔らかいからだと思う。うわぁ、これまっすぐ飛んだね。いや、めっちゃいいんやけど、これキャリーがすごい。ちょっとキャリーやばい、ほんまにキャリーがすごいっすよね。193ですよ、キャリー193ですよ。わーいやりすぎっすよね。やりすぎっすね、うん、これやっぱ飛び系やから飛ぶな。いや飛び系やけどこれちょっと想定外いってますよ、池田さんの当たりがすごいソフト。へえ。ちょっとすごい、もう打ちたいですよ。ちょっと打ちたなってくるわ、そんな。うわ、めっちゃ気持ちいい。今え当たりしたよな。めっちゃ気持ちいいねんけど。うわちょっと、いや、すごい。でもこんなに飛ぶよりは作ってないはずなんですけど。ちょっと俺がやります。ちょっと俺で実験します。そんなバカな、そんなバカな、すごいんじゃないですか、ね、そうよ。あ、でもかっこええな、確かに。でしょ、顔ええな。俺3級ったけど、めっちゃ高いわ。いや、好き。あ、この高さ。すっごい好きな高さ。ちょっとね、弾くような感じ。そう。フェチュみたいな。そんな飛ばんやん。あ、めっちゃ気持ちいいな、確かに。おー。中も気持ちいいでしょ。中も気持ちいい。いや、飛んでな。え？163。俺クラブ変えたら飛ぶんかな、めっちゃ。いや、今までだってほんまに7番で160です。で、今日も回りましたもんね。これ普通じゃないですか。マジで、ラウンド普通だと思います。ですよね、これでも飛んでる方っすよ、はい。ちょっともう一回振ってみようかな。振ってください。そう、振った、今振った、これあった。あれ、あ、でもキャリー170以上いったし、今言ってたんですよね。あ、171。やっぱすいません、なんか、いや、でも普通これですよね、本来。はい、ちょっと飛びすぎよ、あなた。え、なんかすごい打ちやすい。でも確かに打ちやすかった。しかも多分、ね、打感いい。うん、打感いいでしょう。え、ちょっと社長大丈夫ですか。すいません、俺関係ないっていうのおかしいけど。これもええな、あ、これもええな。あれ、え、なんかこっちから振ってこれ打つと、うん、でっかく見えません？そう、フェイスがでっかく見えるし、ちょっと硬い感じがする。
え、やっぱ36。今ちょっと上っ面上がってますね。ですよね、やっぱ見過ぎましたよね、はい。あ、こんなもんすね、うん、いや、50、はい、こんなもんです、僕が。ほな、やっぱパワーすごいんすね。だから、すごい浮かせてないんですよ。そうやな、今のやつ。あ、いや、でも飛びすぎたらどうしましょう、わかんなくなるの。マジで、PGA のあれですよね、距離ですよね。そうですね。どうすんの。アメリカでゴルフやる気。日本でお笑いしたいですよ。じゃあちょっとこの9番アイアンぐらい打ってみます。あ、9番、あ、確かに、はい、じゃないとわからないですもんね。9番アイアン続いて。日本でゴルフやるやつの飛距離ちゃうで。マジでほんまに。あ、このフェイスめっちゃ好きやわ。めっちゃ上や、めっちゃ上や、すごい、全然押しつけへん。なんでやねん。ちょっと待ってや、やば、なんでやねん。ちょっと笑ってもってね。ほら池田さん、9番174ですよ。9番174、これはおかしい、おかしいです。いや、でもいい球ですよね、これ。そうなんですよ、めちゃくちゃまっすぐのええ球なんですよ、ね。合わす能力もすごいけど、このシャフトは軽いやつなんですね。軽いやらない。もっと重たくした方がいいんですよね、僕は。いや、本当は、はい、重くした方がやっぱり、あの、最初は軽くていいと思うんですけど、うん、だんだんタイミングが合わなくなってきちゃうんで。ですよね。なるほど、はい。さっきのこの KBS とかの方がいい感じです。しなりちゃいます。いや、飛ぶのはちゃうって、パワーやって。いや、パワーがする。うわぁ、めっちゃ使いこなすやん、お前。なんやねん。いや、めっじゃこれなんか打ちやすい。いや、確かに打ちやすい、ほんまに。ほんまに打ちやすい。ライオンさんのチャンネルなのに。いや、困ります。私困ります。困ってます。わかりました。私球拾います。もうこれ、私これで球拾います。もういいです、もうあなたが存分にやってください。チャンネルオーナーやのに。はい、いいです。私これ、すいません、この球拾うやつ好きなんです。でもほら、ゴルフは距離じゃないですか。え、ね、いや、ゴルフは距離ちゃうけどさ、はい、何ヤードだよ、今の。池田さん、今の何ヤードですか。今のは9番アイアンで。9番アイアン、うん、はい、エグいでしょ、多分。距離171。おかしいやん。いや、僕もなんか不思議なんですよね。何でなんだろう。これはこうやって使うもんです。これはね、こうやって使うもんです。見せてあげた、見たことない人に。うん、これすごいね、便利なんです。腰が全く痛くない。これは何というものか分かりませんが、ボール拾うやつです。名前何なんですか。分かんない。誰も知らないですよね、名前。めっちゃええの。ボール取り、よくある。ようあります。これめちゃくちゃ楽。いや、俺これ好きやわ。いや、それ良さそうやな。絶対合ってますよね。合ってますね。合ってますね。だからシャフトをめっちゃ好き。いや、打感確かに気持ちいい。うん、ああ、全然違う、今まで使ってた。確かに。いいよね、まろやかな感じして。うん、柔らかさもあって、なんか弾いてる感じもするんですよ。なんか不思議な感じする。でもアスリート向けなんですよね。アスリート向け、すげえ、のアスリート向けの飛び系アイアン。そうです。ベースがちっちゃくて、しかも黒いからもっとちっちゃくなりますよね。なんかすごい触れそうな気がする。なんかさっきの、だから見たらでかく見えちゃうんですよね、これね。今見たらそうですね、TB5 ね。あ、あ、これも高いんですけど、いいいい、僕はこっちの方がなんか確かにシャープな感じに振りやすいです。振りやすいですね。めっちゃ見た目もやし、実際にちょっとマジかな。いや、これしますよ。これがいいです、はい、いや、良さそう、それやってた。今使ってる、はい、あのクラブの、うん、スペックに合わせて、はい、作りました。え、それでいけるんですか。はい、行きます、はい。マジで嬉しい、マジで嬉しいです。いや、めっちゃかっこいいですけど。いや、かっこいい、ね。めっちゃかっこいいんすけど。かっこええのよ、これ。いや、ほんであんな飛ばれたのさ。そう、あんなにすっごい、ね、気持ちよかったですよね。いや、気持ちいいっすけど。
俺負けてまうやん。距離じゃないって言ってましたよ。いや距離ちゃうけど、お前がだって9番で170やね、はい、俺9番6番やね。3番ってちゃうねんね。いやびっくりしてんのは本人僕ですから、ほんまこんな飛ばへんから。ごめん見え張った。俺5番アイアンで170。4番でちゃう。見え張った。だって俺今日9番使ってましたよ。使ってた使ってた。ほんまに使ってた。でもこんな飛んでなかったな。はい、飛んでない。飛んでなかったですか。これはちょっと。びっくりする。え、ほな今のスペックのそのシャフトにこれ入れたらどうなんですか。もっと抑えられるんですか。もうちょっと抑えられる。もうちょっと抑えられます。さすがにね。今のは結構軽くて、確かに振る力がね、触れてるんで、軽いですもん。飛んでるんで。そっかそっか。はい、だからそれやとちょっと自分のスペックには合ってないんですよね。この軽さだと。そうですね。ずっと使っているとだんだんタイミング合わなくなってきてしまうと思います。これ一番上が5番なんですか。5番です。はい。え、ほな5番ね。あんま使わないんですよ、もう僕ちょっと苦手、長尺というか今20度え、5だから5番アイアン何で5から入ってるんです。5番アイアン、あ、入れてるけど、ほぼ振ってない。うん、UKT じゃあ入れて、これも何度ですか。え、じゃあ5番打ってみたら多分打てるね、これちょっとなんか打てそうなんですか。なんかね、ここ意外と広いから、はい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 。じゃあ、池田さん、ちょっと5番アイアン、はい、データなんかね、UTT っぽい感じもするんですよ、この下が。ちょっとね、確かに、ソールがね、そうから、だからその安心感もある。はいはいはい。だから不思議な感じする。めっちゃうるせえ、なんなん。ええけど。フィーティングやねんから、ええやん。そうそうそう、ええな。ええねんけど。あ、当たり前ですかね。そうね、ちょっとね、やっぱ柔らかい。なんか長尺になってくるとね、なんかね、そういう不具合出てくるの。うん。お前、いや、9番アイアンのが飛んでる。9番アイアンのが飛んでるよ。クラブ選びが分かんなくなってきますよ、番手選び。ああ、ほんまやな、途端やな。高さが出ない。途端にちょっと変わってきますね。高さが出ないですね。ちょっとそうすると、はい、こういうと、もう5番アイアンを入れずに、あ、これ5番 U ですか。そうです。あ、ロフトはさっきのアイアンの5番と同じロフトで。へえ。ああ、ちょっと曲がった。でもめっちゃ飛んでる、うん、だからでも曲がりすぎてるからこれ OB なんで。こんだけ曲がった。そうですね。これも軽いやつですね。それも軽いです。はい。あ、これはいい感じ。おー、上がった。めっちゃ上がった。全然落ちてへん。あ、落ちてた。でもさっき、さっき7番アイアンが飛んでましたね。ほんまやね。いらんのちゃう。いらんのちゃう。ごっそり開きません、なんか。だから、ウェッジ8本ぐらいいらんのちゃう。ウェッジ1度刻みで入れるんじゃん。あ、今のちょっと天ぷら曲がっちゃった。ちょっとこれは合わないですね。うん、ちょっと。でも5番アイアン取ってなくなるんだ。そうですね。へえ。で、まあ、じゃあ6番アイアン。調子がいい時は。なるほど。さっき見ると7番アイアンででも200ぐらいいっちゃってるから。そうですね、200いってますから。正直その上いらないんじゃないかっていう。確かに、本当ですね。ああ、でもこれもちょっと曲がりだした。こんなんだって1インチとかでしょ、変わって。すごいっすね。7番ってところは半インチ。半インチ、0.5 インチ、はい、0.5 インチってこんな変わんねや。
すごい苦手意識があるのかな。そうなんですかね。なんか分かった気がする。この当たり割りますごい振ってるやん。すっごい振るやん。そうやけど207ヤードいやでも7番アイアンと変わらんでしょ。7番がめちゃくちゃ合うな。うまいな。安定感なくなったね。なんでよ。5、6の安定感全然ないねんけど。そうなんですよ。もう一回7振る。7、はい。何が7の安心感。何それ、もう振りすぎちゃう。振りすぎて、ああ振りすぎて、足なんか入れちゃう。めっちゃええやん。でも7番は、なんか振れます、ちゃんと。めっちゃ遠くやん。7番めっちゃ飛ぶやん。7、何これ。7番がすごい振れる。すごいやん。これ7番までで いらなくないですか。このデータやったらまあそうですけど、でも俺見たことないですよ。7、8、9、B だけアイアン入れてる人。そんなセッティングある。初めて見ねえ。なんでやろ。かもうアメリカのツアーの人ですね。いや7めっちゃ合うんすよ。いや飛んでるわ。なんでよ。すごいわ。なんでなんすかね。いや多分な合うんちゃう。そうですね。いや合うんちゃうって合いすぎやけど、はい、合いすぎですね。ねえキャリー202キャリー202です。いやもうちょっと6番アイアン5番アイアンより飛んでます。いやでも本当7番から下で揃えで PA までこれあるんで PA まで行って、はあ、でウェッジ、あーなるほど、ウェッジを下に入れた方がいい。でもそんな変なセッティングで大丈夫ですか。おかしないですか。いや距離は出てるんで。確かに実際に。いや、はい、そうです。多分だってこの、ね、お前クラブ全部使ってる本来。その一応使ってますよ。自分のそのやってる時に使ってなくない。いや一応使ってますよ。ほんま、はい、6番アイアンとか5番アイアン使ってる。あんまりその距離残さないですね。ああ残らないってことね。したがらないですね。なるほどね。ああ触れてるわちゃんと。まあ自分のクラブやったら触れてるな。やっぱりユーティリティですねこれ。ああめっちゃ飛ぶけど。あでもこれで208キャリーでしょ。やっぱさっきの7番から上の番ってこれになってる。普通につながってますよね。つながる。あなるほど、はい、ほんまやつながってくるんですね。そっかそっか。このユーティリティで207キャリーで、さっき7番は202とかキャリー。そうですね202キャリーで、はい、へえ。じゃあアイアン7番からです。7、8、9、PA、はいの5本。5本。というセッティングでどうですか。なんで僕こっち側に。大丈夫です。14側になってました。すみません。56使えるようになったら楽じゃないですか。まあ楽やけど、ほんなら56だったらそれいらなくなるの。そのユーティリティ。でも、ああその、なんていうんですか。深いとこありますやん。深いとこって。ああ、ラフだ。ラフの。アイアン使いたい時とかあるじゃないですか。そういう時はどうしたの。アイアン使いたい。アイアン使いたい、はい、あだ練習すれば絶対合ってくると思う。まあ、おまじない代わりに入れとくのでいいかな、まあ、そういうことになるけど、はい、じゃあ5、6、7、8、9、P にしましょう。 PA はいる。あ PA 入れてますか。いいです。あの PA が42度なので PA 入れないとダメなんですよ。あへえ。5、6、7、8、9、PA7 本、はい、へえ。9PAP
PA は何度なんですか？42度なんで。42度、はい、ピッチングは何なんですか？ピッチング38度。ああ。4度ピッチぐらいになってるんですけど、で、PA が42で、その下にあのウェッジを46、52、58とか3本ぐらい入れないといけないんで。はあ、なるほど。いいんじゃない？そう。だから、まあ、5番入れてもいいし、6番からでもいいかもしれないです。6番から PA までのセットで、ウェッジを3本入れるっていうと、ちょうど並びが。確かに。で、6番アイアンとそれの距離が、そうです、多分同じ一緒ぐらいになってくるんで、6番。6番からします。5番から作りましょうか。一応。はい。じゃあ練習したいんですよ、その。はいはいはい、5番アイアン打てるようにね。なんですか、5番でそんだけ飛ぶようになればすごいな、めっちゃなんか楽じゃないですか、はいはい、気持ち的に、はいはい、でもとかいうのも俺の感覚的には5番アイアンより多分そっちとかの方が打ちやすそうやから、うん、そのユーティリティとかの方が、うんうんうん、まあまあまあ打てたら打てたでええねんけど、はい、確かにね、そうそうそう、練習したいです。いや、練習してるけど、それはナイス、いや、ナイス言ってます。これ関係ないやつ。あ、でもじゃあそうしましょう、はい、衛星下はだから、はい、この X、めっちゃ飛ぶんですけど飛びますね、IX001、 これ見たらいつも通りですわ、飛ぶ距離、はい、っていうことは、ね、ほんまに飛んでるってこと、めちゃくちゃ。この IX001 がすげえ、すごい性能です。びっくりしました。びっくりしました、私も。びっくりした。僕もびっくりしました。全員がびっくりしました。びっくりしてないのカメラマンの、これが大事です。